はい、ベーナー TM チャンネルのゆきです。はい、今日なんですけど、僕何者かっていうと現役のフットサル選手をしてます。で、年齢は30歳、プロリーグにねチャレンジするためにやってます。はい、そんな感じで、今日は俺がどんな人間でどんな過去があったのかみたいな、どんな人生歩んできたかみたいなところを伝えたいなと思って、うん、動画だけ見ててもさ、もう金髪だしヒゲ生えてるし、喋り方もなんかもうヘラヘラしてるしさ、でプレーとかも俺マジ勘違いされやすくて、頑張ってないように見えんのよ。過去もそういうので、うん、何回もなんかこう勘違いされてきたし、一応あれだからね、結婚してて子供もね2人いて、結婚してるんかいだよ、まず。そうでしょ、子供いんのかよ。この前も幼稚園のね入園式行ってきて、金髪でね赤ちゃん抱っこしてちゃんとパパやってるし、そういうの説明しようかなと思って、ちょっとずつさ、チャンネル登録者も、まあ、増えてきて、やっと3500人ぐらい行ったから。これでも相当長かったよね。相当長い、1年2ヶ月ぐらい。どっから話そうか。から小学生ぐらいまではね、普通ですよ。普通にお父さんお母さんと、まあ俺が長男で、弟、カメラマン弟、うん、で、今美容師やってるね、妹がいて、まあ3兄弟で、俺が長男で、まあでもね、その辺から俺らの家庭は結構珍しいんだけど、まあそうでもないか、うん、まあ共働きで、だから学童にも行ってたし、学童で6時ぐらいまで、もう親も帰ってくるの遅いから、母親が看護師で、父親がなんか不動産ね、やってて、で、途中で不動産自分で経営してみたいな。まあ中学生行きます。だからサッカー、小学2年生からサッカー始めて、で、中学校入ります。で、中学校も俺は、その A 級ライセンス持ってる武田先生が、志村三中っていうところにいたから、うん、志村三中まで越境してたんだよね。ここに通わせてくださいって。無理やりだよね。無理やり行って、なんかすげえ弾かれたらしいんだけど、トレセンのメンバー、だその、三菱洋和とかさ、うんうん、ベルディとかエフトとか行けないやつら、うん、エフタマとかさ、クラブチームマジでとかいろいろ強いとこ、ジェファとか強いとこにも行っても出れないようなやつら、うん、まあそこにも入れないやつらで中大連で強いとこ行こうみたいな。まあ俺もそんぐらいのレベルだったから、サッカーというよりか今回はちょっと人生的なことでちょっと話していくと、そこで親がまあ離婚しますみたいな、中2か中3ぐらい離婚して、家とかもね、まあ、しょっちゅう引っ越すんですよ。お金が別になんか困ったりとか感じなかったけど、うん、中学校ぐらいになってあれってなってったよね。あれ金ねえ、金ねえのかなみたいな、怪しいのかなみたいな、薄々気づく、うん、で、まあ、まあ母親の方もなんかうちはもう金ないんだからみたいなことをちょいちょい言い出してきてたのを覚えてて、大した裕福もさしてないじゃん、うん、その時、まあ、普通だもんね、普通、それが普通で、なんかいよいよやばいぞみたいな雰囲気出てきてあったね、あったあった。小学校も転校して、わざわざ引っ越して、そのだから、あーそっか、それで練馬行ったんだ。でっかい一軒家に住んでて最初で、家賃多分高いから、車も3台ぐらいあったもんね。そうそうそう、ポルシェとポルシェ、エルグランドとか、まあ、もう毎回買い替えてた親父が。でまだその時も車もあったし、まだ賃貸だよね、あれもね、賃貸で、前も20万ぐらいのとこでっけえとこに賃貸で、いよいよちょっとお金がないぞと、と親父が不動産の方を経営して、それがもう多分ダメになってなっけ、ダメになってバブル弾けたかなんかで、うん、だから最初は金あったんだけど、もう調子乗ってそうやって経営できるみたいな、なんかちょっと調子乗ったんだろうね、調子乗ったんだと思うんだよね、分かんないけど。でまあまあまあ喧嘩もちょいちょい見てたけど、まあまあそんなのはよくあるじゃん。まあ、で、いざ離婚しますみたいな。だからお金なくて離婚します。で、離婚すれば、給付金みたいな、かわかんないけど、出るじゃん。ある程度の手当が。もうちゃんと離婚してやった方がいいんじゃないかみたいな。その裏側は何があったかは。あ、でもそういうのってゆき知ってんだ。俺言われた。俺はその時に言われた。中学校の時に。誰に？親父からも言われたし。あ、俺か。何も知らねえの。多分そう。俺はそれ言われた。母親からも言われた。親父がなんかそういう、何がしてたか分かんないし、借金があったのかも分かんないけど、中3ぐらい離婚しましたみたいな、うん、俺当時の彼女にも言ったもん、離婚したって、離婚して俺もなんかよく分かんないわみたいな、もう金ねえじゃん、金ねえよ、金ねえから俺らマジでご飯一杯とかあったからね、その日食えないとかなかったけど、給食もあったしさ、うん、あまあね、飯は何かしらあったけど、思い出してきたな、うん、俺覚えてんのがもう何もなくて、人参と小麦粉を水でこう溶かして、そのまま焼くっていう、お好み焼きみたいな、あ、それにソース、チヂミみたいな、チヂミみたいなのを食ったりしたもん俺。あ、でもめっちゃやってた、粉系でさ、粉系で攻めたりしてたよ、お腹に溜まるってやつ、ね、そうそうそう、あ、それで生きてたりしたよね。ねえ、問題ないんだけど、そんなもんだと思ってた、そんなもんだと思ってたし、で別にそれまでになんかさ、ゲーム系もなんかあったから
ゲームしてたりとか。確かにゲームしてた。県屋のさ賃貸に住んだから引っ越してさ、まあで俺ら3人とも母親の方に引き取られて、で親父だけまあ一人になって、高校生かな多分。俺がまだ中学生だ。うん、から入学式とかなのにめっちゃ狭い家で、めっちゃ狭い。いや狭いよ。入ったらすぐキッチンと、俺とまさきはもうカーテンで仕切ってる。そう、5畳6畳ぐらいだよね。うん、で俺の方だけテレビなんだよね。ああそう。そう、兄貴だから。そう、隣に妹と母親で、その時とかもマジでもう余裕やべえんだなと思ってたけど、でもなんか気にしてなかったよね。そんなに全然気になんなかった。だから別、でもその時に何が結構気持ちの問題結構大事で、帰還、うん、とかもしてなくて、離婚することに対してもあそうなんだっていう、うん、なんかもうしょうがねえのかなみたいな、まあ理解して普通に生活はしてて、うん、心は結構豊かだったみたいな。あそうね、なんか確かに。だから全然サッカーもやってたし、好きなことはやらせてくれてて、好きなものは食べれなかったけど好きなことは飯は食えない、飯は食えないけど、食えないよ。サッカーだけはやらせてくれてた。スクールも会話してくれてたから。いや、まさきは一個もやってないよね。そう、俺はね、勇気がやるから俺はできないっていう。そう、だから俺は俺ね、全部そうなんです。高校行っても、高校は行っていいよってなるのよ。高校行っていいけど、これ面白い。遠征とか、うん、何そういうお金かかるものは一切ダメ。オランダ遠征も行ってないし、中学で選ばれた韓国遠征も行けない。めっちゃ金ない時でもオランダ遠征35万ぐらいの行かしてくれたの。これまあ母親の方もなんか渋ってたけど、なんかやっぱ行かしてくれたんだよね。だその辺はね、本当になんかもう感謝だし、なんかもうサッカーで本当になんか成り上がってやろう感本当あったじゃん。すげえ練習したから、マジでもう夜中、マジで夜中やばいよね。やばいやばい。2人でずーっと前はもう俺ら門限なかったの。小5小6ぐらいからなぜか門限なくて、まあ6時ぐらいになんかみんな帰るからもう帰るみたいな流れで、ボール見えなくなったら帰る感じで、一回帰るだけだよ。一回帰ってちょっと休んでまた行くの、また行くとかもあったし、夜遅く真っ暗だけど明かりがあったらそこでボール蹴るみたいなのも全然やってたし、2人で1対1やってたり、そこでももう見解なんだよ。こいつもなんかやっぱ2個下だけどさ、俺よりできる時もあって、対等ぐらいなのよ。ちょっと抜かれたりするとね、もう俺がブチ切れて「わーい!」とか削りに行ったり「ふざけんなよ!」とか言って見解だったりして、弟がいたからやっぱこう切磋琢磨して、そこはさ、うん、結構向上してった。確かに高校でもそれがあって、ボール蹴ることに対してはもうやってやろうっていう感じだけど、俺ってこういう感じだから頑張ってる感見えなくて、俺って勘違いやっぱねされてきた、ずーっと。なんでお前走れねえんだみたいな。でも俺マラソン大会2位とかなの。高校でもやっぱそうやって言われたし、めっちゃ頑張ってんのに、なんでお前ボール追わねえんだみたいな言われて、追ってんのよ。まあ足遅いってのもあったけど、バックボーンはさ隠しちゃうのよ、うん、お金ないことも隠してた結構。俺離婚すんのも言えなかったもん、よく分かんなかったっていうのも。勇気は言われてたけど、うん、でもなんかその中で楽しみながらやったじゃん、うん、そこを気にせずやってたじゃん。だからなんか何事にも別に動じなくなったっていうか、失敗してもなんかやればいいやみたいな、続ければいいやっていうか、うん、どうにかなるっていうかさ、感じはあるんだよね。その環境でも楽しいこと見つけられるっていうさ。そう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 。だからなんか幸せのその基準はなんかすごい低い。低いよね。俺はめっちゃ低い。だから別にフットサルやってればいいし、お金別になくても楽しめる。別にいいもん食わなくても、高級なステーキよりスーパーで500円とか売ってるカッチカチのステーキがめっちゃうまいの。あの普通に焼いて。焼いて。ね、もうめっちゃ好きなの。もう。だからなんていうのかな。だからそこはなんか俺の強みかなと思うし、チャレンジもね、できるし、だから周りから何か言われても別に。なんとも思わないというか、思うけどさ、人間だから。人それぞれっていうのもあるし、ね、人それぞれっていうのも理解できるし、劣等感みたいなのはあった。お金持ちの家とかに対して。ああそれはあるね。みんな一軒家の家でさ、ゲームめっちゃ 64PS2PS3、うん、プレイステーションだけしかやんない俺らの方がいいですみたいな思ってたもんね。気持ちの中で。そうだからもう高校とかでも俺はね結構やらせてもらってて、でそっからヒューマン俺行くんだけど、だからその高校も奨学金だからね。でヒューマン行った時も奨学金だから、俺もう成人して18歳大人になりましたで借金背負ってるから俺。
会社に属すとか絶対思ってなくて、うん、正直監督にも嫌われてたし、まあ、俺入学した当日にやられたから、そうで、これもうでこいつも俺の弟ってことでもうその何クソ野郎っていうイメージしかない、速攻目つけられた、そう朝練とかも1回も休んでないの俺、5時36分の電車乗ってで朝練やって、俺なんか1回 PK の練習なんかしててガラス割れてたのパリンって、僕のお前ガラスなんか割んだったらお前朝練なんかすんじゃねえとか言われる監督にそうなるかと思って、だからもうそんな感じ、本当にこういう風になるのかみたいな、でサッカーって頑張ってるように見えるやつが結局こうメンバーで出て、そういうやつってなんか出れないのかなっていう、何してもダメなんだ、認められないんだみたいなのすげえあった、うん、だって俺クラス1位とかだし勉強も、うん、勉強も絶対言われると思ったから俺勉強してないふりしてめっちゃ勉強してたし、うん、3位には絶対入ってたのクラスで、1位も取ったことあるし、うん、評定も 4.6 だし、漢検順に持ってる英検3級持ってる、うん、指定校推薦も法政も取れたし、なんで行かねえんだで俺もう4社面談、進路の先生、担任、母親、俺で4社面談、なんで俺そんな言われんのと思って、うん、大学行けって言われて、ヒューマンっていうフットサルの専門学校行くより経歴をちゃんとしろみたいな、もうそこが悪いみたいな感じだよね。だけど俺が悪かったのは直さなかったのは坊主なんですよ、習得って全員しないとやっぱりねダメだったんだけど俺はしなかったの、中田みたいにして残したり、おしゃれなおしゃれ坊主だから俺美容師って言ってたの、俺ふざけてるよねまあそういうとこが俺は悪かったかな。その中でも何が悪いんだろうって思いながらそれ直そうと思って、うん、プレーも態度もめっちゃ気をつけてやってたの俺。だからこんな感じだけど、あったら普通の人だと考えてることはねぶっ飛んでるけど、本当にスラム街そういう地域だったとは思うけどね。どうなんだ、俺練馬じゃん、練馬の方は板橋に比べて裕福な感ある。あったあったよね、ある、なんていうのあれ、どっちがいいとかじゃないけど、そういいとか悪いとかじゃなくて、いやじゃあ何じゃ人として雑そういう過去で育って本当金もないし何にもないじゃん、だけど好きなことだけやらせてもらってて、だからそこの親に対してのやっぱその感謝とかは、まあ、すげえあるし、なんかできることの感謝はめちゃくちゃある。諦めるとかの感覚がない、ダメでもともとみたいなところあるじゃん、うん、そうね、できなくて当然だろうって大きく思うんだよね、うん、最初なんてそのできないでしょっていう、そうそうそう、お金ないでしょって最初なんてみたいな、うん、っていうところからスタートしてるから、自分からこうなんかやっていくのがさ当たり前、うん、だお金作るのも当たり前みたいな、そういう裕福なもの買えなかったからさ、なんかモッサンの DVD をさ、うん、ケンさんの DVD をさ擦り切れるぐらいもずっと見てた、これずっと見てた、これこうやってて体重心こっちってループしてんのって、何これとか言って見れなくなるぐらいまで、ね、そうそうそう、やってたし、そういうマインドだよねが多分作られた、うん、俺は多分今も変わってないんじゃない、今も全然変わってない、俺はちっちゃい今でもフットサル楽しいし、もうサッカーとかボール蹴ることがめっちゃ楽しいから、なんかねもっとねいろいろ伝えたいことあるんだけど言葉にするの難しいからまたちょいちょい出していくけど、まあまあそんな感じ。マジでちょっとね話したらね止まんないのこの話、もう飲みながらとか話したらもうずっと喋れる、まあ、俺結構忘れてる、あ嘘、うん、俺もうねあそこマジで根っこにずっとあるわ、うん、コンプレックスだったから、あ、まあ、そのお金ないっていうのは正直だから、お金に対してとかもやっぱりお金別になくても全然暮らせるし、うん、いい暮らしさせたいとかはあるのよやっぱ、うん、お金稼ぎたいとかは、うん、子供とかね嫁とかにはさせたくないっていうのもやっぱあるんだよね、うん、そこはそういった意味でも応援してくださいいや終わり方もっとひどい人いるでしょ、どうせ壮絶な過去の人たちと飲み会したいめっちゃ頑張ってるやつとか超悩んでたり殻破れずに何かこうさもがいてるやつとかめっちゃ好きで、昔の俺とすげえ照らし合わせて、うん、まあ今ももがいてるんだけどねめっちゃこう見えて顔にあんま出さないから、まあね、そういうとこも多分環境だから、うん、俺そうなったと思うんだよね、といつもヘラヘラしてたしニコニコしてたっていうか感じなんだよね、だから終わり方わかんないまあそういう部分がトサルにも俺の生き方にも出てるんだなっていう過去の振り返りでした俺っていうものを知ってもらえたらまたさその見方もね、ああ動画の見方も変わるかなと思って、そういった過去とかもね、うん、知ってもらえたらより楽しめるかなっていう、まあ、ちゃんと深いところにはね、まあ、いろんな思いがあって、言うてこんな感じで話してるけど結構辛かったからね、辛い時の方が多いし、てかほぼ辛いし、そういう人たちのなんかパワーになればいいよね、うん、お金持ってるやつなんかに負けねえぞみたいなね、ボンボンに負けねえぞみたいな、うん、まあまあそういったところも感じてもらいながら見てもらえたと思います。はい、以上です、ありがとうございました。これ大変編集。
Just know I ain't no regular fool. Could be anything you knew her, but I could never be you. Because I head tall like I'm on my tiptoes. Baby, you think a little too small. I got big goals, baby. Hey, where the money at? Yeah, look, I just need the info. Pronto, I go and get it. Split it with my kinfolk daily. And I'm the type of... I might change my number on ya. Yeah, that's how you react when people took a slumber on ya. Pretty brown skin, baby, I can see the summer on ya. You see all the bread and I know it make you wonder. Don't ya, don't ya, don't ya. Ooh, I ain't surprised at all. See them rise and fall. Went up the mountain, it wasn't hard to climb at all. At the top I found some relief. I finally got some peace. Carry on, but please don't mess up the moon.